ルールドタイプのモレスキン内部。右の帯はゴムバンド、中央の紐足より。モレスキンはイタリアのモレスキン社が販売する手帳のブランド。撥水加工の黒く硬い表紙と手帳を閉じるためのゴムバンドが特徴である。かつてはモールスキン、モレスキーネという呼称も一般的ではあったが、現在日本ではヨーロッパでの発音に合わせてモレスキンと呼ばれる。 オリジナルのモレスキンは19世紀後半、フランスはトゥールの製本業者によって手工業で作られた。パリの文房具屋で販売され、ゴッホ、ピカソといった多くの有名人が使用していた。最も有名なモレスキンのユーザーは、イギリスの気候作家、ブルース・チャートウィンで、作品にもよく登場する。1986年に生産を終了、長らく入手不可能であったが、 1998年に復刻され、現在はモレスキン社によって販売されている。オリジナルのモレスキンとモレスキン社のものは同一ではないが、現在でもカルト的な人気があり作家、ジャーナリスト、画家、ビジネスマンなどに幅広く使用されている。また、モレスキン社では、モレスキンブランドの多くの製品を販売している。モレスキン社の誕生は1997年。 副社長のマリア・セブレゴンディは、製品には物語があることが重要であるとし、コッホやピカソラが使っていたものに似せたノートを売り出すことを思いつき、高価なノートをマスメディアの広告を使用せずに、最近5年では平均26%の売上を記録し、年間1300万冊売り上げている。日本では株式会社 MDS が、そう輸入販売店となっており、 ネット通販サイトでも各国業者により展開されている。モレスキン12ヶ月ダイアリーのページの一例ページが上へ開き、立っていても記入ができるようにしたシリーズ。表紙、ページは完全に後ろへまくれるようになっており、フリップ式と呼んでいる。モレスキンリポーターページを開いた状態モレスキンリポーターページを完全にめくり寄った状態以上のそれぞれについて、表紙はハード。 ソフトがラインナップされている。またサイズはハード拍紙についてのみ、ポケット、ラージがラインナップされていたが、現在ラージサイズは廃盤となり生産されておらず、流通在庫をもって売り切り終売となる。モレスキンワールドシンプル、高可燃1300万冊売る魔術。ありがとうございます。